人工衛星から撮影した、インバ沼。上空から見ると、インバ沼は、竜や、竜の頭の形に似ていると言われている。インバ沼の竜伝承では、千葉県のインバ沼付近に伝えられている、雨を降らせたため殺された竜の伝承について、解説する。伝承に基づく民話にはいくつかのバリアントがあるものの、物語の筋は概ね決まっている。以下に二つの例を挙げる。 この竜人の物語は、下宇佐地方で語り継がれてきた伝説の代表的な、ものの一つだとも言われている。上記の民話に登場する、竜角寺、竜原寺、四尾寺とは、千葉県印馬郡栄町の竜角寺、道県印在市の竜原寺、道県創作市の四尾寺である。寺の縁起には、上記の昔話の元になった伝承が含まれているが、この伝承は、教法7年に、 桜藩士の磯部雅子が表した桜風土記で紹介されたことで広く知られるようになった。その後、安政二年の利根川寿司や大正二年の千葉県印馬郡市にも収録された。今日も雨を降らせた龍や三つ咲きにされた龍神様といった題で出版されるなどして語り継がれている。龍角寺の境内印馬沼今日残る龍角寺の縁起は 文化5年に写し筆されたものだとされる。縁起によれば、寺は、もともとは、龍角寺という名前であった。当時は、下佐国羽生群と呼ばれていた場所に、和道2年、空から現れた龍女が、一晩で寺の建物を作ったとされている。縁起には次のような伝承が含まれている。寺ができてから約20年が過ぎた、天平3年、聖武天皇の頃に、 国中がひどい干ばつに見舞われた。天皇の命により各地で雨乞いが行われたが効果はなかった。竜女が混流したことから、皇雨の霊言新たかとされていた龍角人にも雨乞いが命じられ、釈意の地商人とその弟子たちらが妙法蓮華教などを独唱するなどの雨乞いを行った。そうした折、釈意の地商人の説法のさなかに、 南沼の主である竜が大柄な老人の姿を取って現れ、寺で挙げられたお経のおかげで、自分の罪が消えたと話した。借位の地商人が雨を願うと、老人は、自分は、シャオロンであるが、竜王に逆らってでも人々を救うために雨を降らせる、と答えた。老人の姿が書き消えると間もなく、雨が降り出した。雨は7日7晩も降り続き、 農作物は勢いを取り戻した。雨が止んだ後、借位の地商人と村人たちが陰馬沼に行くと、龍が去る前に行った通り、胴体が三つに分断された龍の亡きが落ちていた。龍の最後の望みに沿って、頭の部分を龍角寺に、腹部を地蔵堂に、を大事に収めたという。利根川寿司は天竺山龍郭寺の代で、桜風土記の記述として、 この伝承を紹介している。龍原寺は、龍閣寺の釈位の地商人が、乞恋の祈祷の際に死んだ龍の腹部を治めるために、開いた寺だとされている。利根川寿司では、天竜山流原寺らの代で寺の伝承を、紹介しているが、寺は当初は、龍福寺という名前であり、龍の腹部を治めたことから龍原寺の名に変えたと、している。一方で、利根川寿司は、 天馬元年に作られた、勝光寺略演技での伝承も記している。略演技によれば、龍原寺は古くはジウ山縁明院といい、大道2年の空海の上層による七道画欄の建築後に、ジウ山勝つ寺つ明院の号を受けた。その後の演技17年、干抜に際し天皇の命による雨乞いを行った時、龍の奇跡を伴う貢献があったことから、 天竜山竜原寺の号を受けたという。四尾寺の演技は、明暦元年に、写し筆されたとされ、それまでにも十二回の転写があったという。その後、昭和59年に、工房大使入場1500年を記念して、四尾寺略演技が、制作、刊行された。略演技によれば、尺位の地商人による雨乞いは、元明天皇の世であった。 和道二年に行われたとされている。雨乞いが始まると、僧侶村の海岸に竜人が現れ、空に向かっていった。その際に、竜人の尾が垂れた場所が、おだれ僧侶村となった。空に登った竜は、間もなくその体が三つにちぎれて落下したが、直後に強い雨が降り始めた。竜の頭は、羽生将に、腹は、陰西の将、尾は、 北条正大寺教に落ちた。大寺にあった寺に、尾が葬られたことで、灼位の地商人が寺に、四尾寺と名付けたという。しかしこの縁起には、陰馬沼への言及がない。龍角寺は、天台宗、龍原寺は、創建寺は、新言宗で後に、天台宗、四尾寺は、本堂陣内様式が、天台宗の系統であり一時天台宗であったが、後に、 新言宗に属しているという。天台宗など密教に関連のある宗教では、竜王に対する昭和義闘がしばしば行われていた。竜王とは、インドの蛇神、ナーガが仏教に取り入れられた姿で、幸運をもたらすとされていた。インバヌマの竜伝書とは、天台宗の経典である、妙法蓮華経の教えをわかりやすい形で人々に、 広めるために作られたとも考えられており、その場合、天台一周の普及が目的であったと推定されうる。栄江町には、龍角寺の七不思議と呼ばれる伝承が伝わっている。その一つ、龍刀腰掛けの松では、イ陰馬沼の龍の後日談が語られる。切られて落ちてきた頭が、スバネタカ神社にある松の枝にかかったが、その後その枝に刀蚊が灯ったという。松は、 枯れてなくなり、こんにちは見ることができない。堺町では1997年より、イメージキャラクターのリュームによる観光 PR を進めている。名前の、ドラは、リュウムは、町民に与えたい未来や夢に由来しているという。辰年の2000年からは、関連商品も発売するなど幅広く活動している。 印材市の商業施設ビッグホップガーデンモール印材のイメージキャラクターのビッタンポッタンもこの竜の伝承がモチーフとなっている作曲家の青島博士はインバヌ沼の竜伝承を題材にしたオペラ竜の雨を制作している制作時期には桜市民音楽ホールが建設中であり桜氏が制作人を援助したストーリーには 人間の少女の朝と竜の化身の青年、竜のエピソードが加えられた。オペラは1988年4月、桜市民音楽ホールで初演されている。2010年8月には、栄町の竜伝章を題材にした市民ミュージカル、優しい竜の物語が上演された。ミュージカルの出演者やスタッフは、栄町民、約50名で、 前年の2009年に、龍角寺が、回帰1300年を迎えたのを記念する各種の、イベントのフィナーレを飾った。ありがとうございます。